皆さんどうもこんにちは。本日なんですけど、今私はですね、大阪新世界にいますと。後ろに見えるのはですね、まあ、通天閣ということで、まあ、今日はですね、かなりコロナウイルスの影響で、ね、人通りが少ないんですけども、ちょっとあまりにも経済が回らなすぎると、要はそのコロナウイルスで亡くなる人の数より、その経済で自殺してしまう人の方が多いんじゃないかということでね、ちょっとで来てほしいなっていう意味も込めてね、ちょっとこの辺良さそうなところ散策していきたいなと思うんでね、ぜひともね、もうコロナウイルスが明けたらもうぜひとも来ていただきたいなと思います。じゃあ早速行きましょう。 OK 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 OK。 じゃあこれがまだマグボードにしたいの。また会いましょう。またね。なんかおじさんにおじいちゃんに会いました。元気ですね。じゃ早速歩いていきたいんですけども、ここがね、あの大阪のあの有名なあれですね、有名なこの景色、通天閣が並んでるところという感じになっていますと。でここがかなり美味しそうな串カツ屋なんですよ。結構ね、あのこんな感じの、すげえすげえ、飲み放題、ぜひ来てください。部屋の中こんな感じなんです。でですね、こちらに行きますと、土手焼きみたいなのがあります。かなりこちらもね、美味しそうな感じになっております。ここはなんかゲームセンターがあります。ちょっとね、なんか入っていきたいなと。あ、これすげえな。ガチャっていうのがあるらしくて、当たったらここに顔、名前載るんで、ぜひとも行ってもらいたいなと思います。まあ、そして射的、なんだこそはまた顔丸だった。こちらはですね、もう串カツ王道となると思いますね。結構こちらも串カツ食べ放題、1850円とか。450円ですか。はい。生揚げじゃなかったら200円プラスだけどね。安くないですか。お客さん少ないですね。コロナウイルスとかですか。散策してるんで。はい。ちょっと飲み放題450円らしいです。ぜひとも皆さん行ってみてください。で、あこはなんか立ち飲みですね。なんか立ちながら飲むみたいな場所がありました。そしてここがなんか結構ジャンボ釣り船釣り吉っていう感じで、なんかいい感じの場所です。そして通天閣、いやこの通天閣、大阪って言ってたらもう通天閣じゃないですか。大阪といえば通天閣というところで、ね、こちらすんごくもうかっこいいなっていう感じです。そしてこちらが大阪のお土産屋さんです。ちょっと入っていきたいなと思います。キーホルダー、
なんか美味しそうな感じ。こちらもキーホルダーですね。結構お土産いろんな種類あるんで、ぜひとも、まあ、個人的にはこの靴下とかいいんじゃないかなと思います。ぜひとも皆さん大阪に来た時はこれ買って帰ってみてください。そしてですね、こちらソフトクリームがありますと。濃厚でめっちゃうまいでという感じのソフトクリーム。そしてこちらが通天閣。もう早くね、コロナウイルスとかね、もうこれどれぐらい続くのかなっていう気はするんですけど、もう早く治って終わってほしいですよね、本当に。はい、通天閣の下はこんな感じになっておりますと。そしてこれはね、通天閣本通新世界と通路になっています。こんな感じですね。まあ、本当はもっとこの通天閣の中とかも入っていきたいんですけども、もうね、今多分コロナウイルスで入れなくなってるから、入れるのか、入れるのかもしれないですけど、ちょっと今日はやめておきます。まあ、ちなみにこれ通天閣入るにはおそらく入場料はいるのかな、いらないんですかね、なんかよく分かんないですけど、ぜひとも行ってみてくださいという、こんな感じです。ぜひともね、今はコロナウイルスで GoTo キャンペーンで、ね、旅行はしにくいかもしれないんですけど、ちょっとここで働いてる人たちは今本当に大変でね、もうコロナウイルスで亡くなった人より確か11月とか10月の自殺者の数の方が多いんですよ、っていうぐらい今経済で苦しんでる人が多いんでね、ぜひともねここに来てお金を落としていってくださいということで、チャンネル登録まだの方ぜひともよろしくお願いします。誰か映ってる？あ、はい。ダメ。YouTube です。あ、うん。知ってますか？ YouTube。知ってる。私もこれ持ってるから、携帯。あ、そうか。チャンネル登録してください。うん、それはなかなかせん。あ、そう。嫌やから。昔の映画見る。タブレットで。昔の映画。今日は17年の映画なんかやってるよ。わしが生まれた年の映画。古い映画やって、あんまり古い映画嫌やな、最悪がわからんから。ちょっと今日は29年くらいの映画見るの好きやわしは。まあ結構ここに来るとね、結構おじいちゃんとか結構喋りかけられる機会多いんでね、ぜひとも皆さん来てみてはいかがでしょうか。すごく楽しいですね。この辺にはね、やっぱりまた元気なおじいちゃんにたくさんいるんで、ぜひとも来てください。あとね、チャンネル登録まだの方、ぜひともよろしくお願いします。あとね、僕、他にもね、いろんな動画、本の紹介とか、いろんな大阪の場所を紹介してるんで、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、じゃあな。